我々が相当今神経が過敏になってる。親父大丈夫か？アホ、本気出しゃ300メートルはいけるわ。来い。はっ！くそー。出た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 。よし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 。この映像は都内の大学に通う男性2人が撮影したものであるという。映像には奇妙な現象が映り込んでおり、一時期ネットで話題になった映像であるという。我々はこの映像を撮影した時田さんにコンタクトを取り、話を聞くことができた。あの映像は大学の友人と撮影した映像なんですけど、映像に映っていたおばさんはうちの近くでは結構有名で、いつもボロボロのベビーカーをして夜中街中を徘徊してて、みんな不気味に思ってあんまり近づかないんですけど、ベビーカーの中が気になって友達と家飲みしてた時に、まあそんな感じのテンションで撮影しようっていう話になって、中条 D でございます。こんばんは。お、大変喉が渇いた。いや違う違う、あなたの拍手の音じゃ今のは。スポーツドリンクがなんと差し入れられました。ありがとうございます。ビールと言いたいところだけど、スポーツドリンクでいいよ。ダメですよそんな。マリさん、ビールですが、はい、今冷やしております。うわーおグレイト。はい、じゃあ、どうぞ取りに行ってください。ええ、どこに？レントゲン室。簡単なミッションですから、気をつけてってね。何もないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？クリア、オッケー。あれ、ランプをナイフに持ち替えて使いますよ。これ X 線撮影受け付け。あ、あれだ、マイさん、あれだよ。おすげえ、傾いてるんだけど。大丈夫。これごとは持ってかない？あ、これごと持ってく。開けるんですか、これ。これごと持ってきます。なんでそんななんでこんな核弾頭を持ち出すみたいな。
あれ何があったんですか。あれ中条 D だろう。あれ中条さんか。あれ一体何があったのか俺にさっぱりわからないよ。絶対そうだ。何があったのか教えてくれよ。悲鳴だけが聞こえたんだ。説明してください。なんかジェイソンさんみたいな、あの仮面みたいなのかぶった人がなんかバールのようなものを振り回してました。バールのようなもの。バールのようなもの。まさかネットスラングでおなじみの。おなじみのあれ。バールのようなものがここで振り回されると。振り回されました。村田さんどうでしたか。あのね、加藤さんにかなり迷惑をかけました。そうなんですか、なんすか。危ねえって思いましたからね。そうね。危ねえって思いながらもう話せなかった。あの、高橋くんとこれを二人で持ってたじゃん。逃げた時に、これで加藤さんのお腹をグッてやって、そのまま引きずって加藤さんを加藤カメラマン激突したんすか。あの、状況説明すると、中条というか加藤カメラマンとして、はいこっちにいて、はい、で、我々がこれをこっちに行ったら、こっちに来てうわーって、うわーってなってずっと、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 ずっが登場してなんかすごいテンション上がってきたんですよ。知り合っても間もないのに。そうじゃないですか。いきなりそんな行くんです。もっとお互いのことを知りませんか。もっとなんか密なコミュニケーションに。はい、僕高橋亮って言います。え、これはこれは友人から聞いた話です。え、本当に始まっちゃう。関西方面にあるとあるさびれた海水浴場、そこに父親と小学校低学年ぐらいの娘と2人で遊びに行ったそうです。娘が波打ち際で遊んでいるのを見ることなしに見守っている。しばらくすると娘がどこで拾ってきたのか汚い人形を持っているんですね。その人形どうしたの。娘はこれミキちゃん、あそこの岩場で拾ってきた。そう言って指を指すんです。ダメでしょう、勝手に拾ってきたりしちゃ。元あった場所に戻してきなさい。しかし娘は嫌だ、ミキちゃんと遊ぶ。そう言ってガンとして聞かないんだそうです。しまいには父親の方が折れて、しょうがないな、でも帰る時には元にあった場所に戻すんだよ、そう諭して、しばらく様子を見ることにしたんだそうです。ああ、ミキちゃん、ミキちゃん。娘の叫び声で父親は我に返りました。見ると娘が沖に向かって泳いでいるんですね。連れていた人形がいない。海の中に落としたんだろうか。父親は慌てて海に潜り、娘の後を追いました。すると思ったより娘が沖に出ていることに気づいたんです。自分の足ももうつくかつかないかぐらいの深いところに来ている。潮の流れも速い。早く娘を連れ戻さないと、そう思って視線の先にいる娘を見た。その途端、浮き輪の下に何かがいて、それが娘の足を引っ張ったかのようにズボッと海の中に消えたんですね。もがいている娘の手を取って海面に引き上げたんです。すると娘はショックを受けているのか呆然自失としている。浮き輪を探すんですが、どこかに流されてしまったのか見当たらないんです。お父さんの首にしっかり捕まってなさい。そう言って娘を背中に背負い、首に手を回させたんです。
娘は力を入れてぎゅっと握る。背中の娘が重たく感じる。そしてようやく足がつくところまで来た。その時、背負っていた娘がずるずると背中伝いに落ち、バシャンと水音を立てたんです。あ、大丈夫か。振り返った父親は言葉を失いました。そこには人形が横たわっていたんです。娘がミキちゃんミキちゃんって呼んでいたあの人形が横たわっていたんです。じゃあずっと背中に背負っていたものは、じゃあ娘はどこだ。父親は判断狂になり海の中に潜り娘を探したんですが、結局見つからなかったそうです。私思うんですけど、その人形、自分が助かりたいがために娘のふりをしたんじゃないでしょうか。その人形が一体どうなったか今では分かりませんが、今もどこかの浜辺で誰かを引きずり込もうと息を潜めていると思うと怖いですね。ええ、ミキちゃんミキちゃんを置いてった。普通履いてねえんだよ。